はい、ワンピースが大好きな神木です。今日はですね、なんとあのアニメがですねエッグヘッド編に突入ということで、ちょっと一新してるので、まあ、それを見たんですけど、ちょっと良すぎてね、ちょっと撮ろうかなと思いました。新オープニングとエンディング良すぎませんか？新オープニングがですね北谷博さんのアースですね。でエンディングが大月真希さんのディアサンライズということで、オープニングはねもう絵柄が可愛くなってて、そしてねオープニングとエンディングどっちも言えるんですけど、なんかねそこのエッグヘッドの冒険というよりも今までの麦わらの一味の冒険があってのエッグヘッド編みたいなもの、まあ、そういう視点で描かれてる感じがしましたね。なのでもうなんかね新しいんだけどもものすごく懐かしいという、エモかったな。特にエンディングはエモかったですよね。もうあんなメモリーズのまあいろんないいところといいますか要素を入れてますよね。そして麦わらの一味がねこう海を見ているあの場面なんかもまさにそうで、セルフオマージュでもありでもめちゃくちゃ新しいというところだったな。いやよかったな。これねオープニングとエンディングっていうのはもう公式の YouTube に上がっておりますので、まあ私の概要欄にも貼っているんですけども、そこをですねぜひ見てみてください。もうオープニングはね絵が忙しくてねコマ送りでバーッと見てもものすごく面白いです。いろんな発見があるので、もう見たよという方もコマ送りで見てください。めちゃくちゃ良かったですね。特に今ジャンプを読んでる人なんかね、あの人の過去編というものが終わったところですので、さらにねこう胸にグッとくるものがある、そんなオープニングだったなと思いますね。いや良かったな。やっぱりねオープニングもエンディングもワンピースってアニメは絶対あった方がいいですね。ワンピースってこういろんな登場人物が出て、まあその一人一人にスポットが当たっていくので、ルフィが描かれない時期とか麦わらの一味がね描かれない時期っていうのも多々あるんですけども、このねアニメでオープニングとエンディングで麦わらの一味っていうのが描かれることによって、それをね全然感じさせない、そういうところもあるんじゃないかなと思います。で今回のこの動画ではですね、そのアニメからの話をしたいんですけども、まあ今回のアニメ様々な世界情勢と、そしてエッグヘッド編に突入ということで、まさにですね麦わらの一味がエッグヘッドに上陸しますよという、まあ、その寸前まで描かれたわけなんですけども、今回のその中でですねアニメでどう描くのかが大変注目されていたルルシア王国へ放たれたあの攻撃、まあここではイム砲と言うんですけども、イム砲についてですねついに色が乗って、そして映像で、見せてくださいましたので、そこからちょっとですねいろんなことを考えていきたいと思います。これねいろんなちょっとヒントが潜んでるんじゃないかなとも思うんですよね。ということで皆さんが思うところがありましたらぜひコメント欄に書いていってください。それではどうぞ最後までよろしくお願いします。イム砲のヒントが描かれたか、はい、いよいよ書かれましたね。原作で言うと、まあ、105巻ですね。第1060話、ルフィの夢の回の一幕であった、まあ、その下りだったんですよね。で、今回のアニメで、イム様がこう動いてるシーンっていうのが結構あったと思うんですよね。手を伸ばして蝶々がね、乗ってきたりとか、そういったシーンがたくさんあったと思うんですけど、今回ね、改めて思ったのが、イム様ってやっぱりね、めちゃくちゃ人間の形をしてますよね。なんかねこう布みたいなものもここで、分かれてますしね、被ってる感じがありますね。そして下も何か布をまとってるという感じで、でもやっぱりこう体型とかシルエットを見るとごついね、なんか強いキャラクターというよりもまあか細いちょっとですね普通の人間と言いますか、今ワンピースの世界ではもう2メートル3メートルが当たり前の、キャラクターたちなんですけども、そうではなくてイム様というのはあくまでだからね、本当に子供と言われてもおかしくないぐらい、まあ女性と言われてもね、おかしくないぐらいの、まあ背格好をしてますね。ただね、ネロナイム性、性というのがついてますので、まあここから考えてもおそらくイム様というのは男性の線が濃いんじゃないかなというところで、まあ来てはいるんですけども、屈強な人間というよりは、もう一般人に近いような人間が中に入ってるんじゃないかなと、そうね改めて思わされたところでしたね。はい、イム砲の下りちょっと原作を読んでいきたいと思います。まあそこではですね、サボがドラゴンにデンデムシをつないでパンゲア城で見た、まあその真実みたいなものを言おうとするんですよね。パンゲア城の空の玉座には世界の王などいないはずのあの玉座にはと言った瞬間に、五老星が通信部に言うんですね。通信部よく聞け、お前たちは何も探知していない、何も傍受していない、ルルシア王国そんな国はもともとないではないかと言ってドドドドドドというですね攻撃が放たれたわけなんですけども、これ原作で読んだ時もすごい恐怖でしたよね。でこの時ねよく言われていたのが、この放たれている攻撃の縦の線ですね、それを数えていくとどうも16本あるように見えるので、
この16という数字ですよね。まあ、イム様もイムということで16という風にまあ捉えられますし、頂上戦争の後に再びマリンフォードを訪れたルフィがですね、まあ、16転生をやったということもあって、その16という数字、散りばめられているので怪しいんじゃないかと。やっぱり16という数字がね、ワンピースの世界では重要なんじゃないかとかよく言われてましたね。まあ、ドフラミンゴの技でも16発の聖なる教団というですね、技がありましたので、この16という数字にものすごく注目が集まってたように思います。そして原作では分かっていたけれども、まだそこから読み取ることができないというものもいくつかあって、個人的にはですね、やっぱりですね、その色がどういった色をしているのかというのがものすごく気になってたんですよね。それが収録されたのがワンピースでいうと105巻であって、電子版にもなってるんですけども、この105巻のカラー版っていうのはまだ出てないんですよね。単行本がこうカラー化されてるのは今99巻までですので、そのイム法というものの色というのは分かってないんですよ。ここでね、アニメ化されるときに色が分かるということで、まあ大変ですね、個人的にも注目してました。あのルルシア王国にね、こう墨でバッテンするのも黒い墨ではなくて赤い墨でしたね、今回のアニメでは。ということで、今回のアニメでそのイム法がどのように描かれたかなんですけども、まず空がですね、緑色になるんですよね。これびっくりしたんですよ。なぜかというと、その後ですね、107巻になるんですけども、そこではサボがですね、ドラゴンたちにそのイム法を見た全てみたいなものを話すんですけども、そこではサボというのは真っ黒い何かを見たと言ってたんですよね。なのでルルシア王国に現れた黒い影というのはもう真っ黒であると思ってたんですけども、まあ、今回のアニメを見ると、まあ、緑色なんですよね。まあ、これはですね、その上にある真っ黒い何かが緑色の光を発しているということなのかもしれませんよね。そしてね、アニメならではの演出といいますか、原作ではドドドドとこう打たれてる、放たれてる絵の上に、まあ元々ないではないかという言葉が載ってるんですけど、アニメではね、ここもう真っ暗になって、真っ黒の画面の上に元々ないではないかというですね、恐ろしい一言があって、そしてドドドドドドとですね、激しいのが打たれるというところに移りました。これ恐ろしかったですよね。原作ではちょっと味わえないような、また一段と怖いものが積み重なってるなという感じがしましたね。そしてね、よくよく見返していくと、その攻撃が放たれる瞬間ですよね、上空に赤紫の円みたいな輪っかみたいなものがパッ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 とですね、たくさん浮かび上がるんですよね。まあ、あれが一番最初の攻撃の発端となるものの、その衝撃波みたいなもの、ですかね。バッと赤紫のやつがあって、バンとこう一撃放たれると。それがたくさん放たれてるので、そういう感じでね、こう演出されたのかなっていうところがありました。そして、いくつもの赤紫、まあ、白色もありましたね。真ん中が白で、まあ、赤紫の攻撃ですね。砲弾と言いましょうか。真上から降ってくるものが、島を襲っていくという風にダダダダダとあったんですけど、原作で出た時に先ほども言ったように16発と、まあ、16という数字が注目されてたんで数えたんですよね。でプシュンプシュンプシュンみたいな感じでいくんですけど、その音もですね、優に16を超えておりますし、原作で見た時にはね、その一瞬でルルシア王国がドドーンという風に壊れたのかなと思いきや、アニメを見返すとそうではなくて、どうもですね、一本一本の攻撃がバーッとあって、集合体でですね、まあ、16発どころじゃないですね。もう100発200発ぐらい、ダダダダダダーっと、まあ、ちょっと長い時間あって、どん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 攻撃が放たれていって、その攻撃が貫通されたみたいな感じですね。一撃の攻撃がバッとね、振り落とされたわけではなくて、複数の攻撃がダダ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 ーという感じで、しばらく続いていって、そして広がっていって、ルルシア王国を襲ったということですね。で、個人的に気になったのはですね、そのイム砲が放たれていって、まあ、最初の方はプシューン、プシューン、プシューンってこう落とされていくんですけど、その段階でですね、いくつかのイム砲の攻撃というのが、まあ、真下に落ちるんですけど、真下に落ちた瞬間にちょっと地面を這うようにザザザッとですね、ちょっと動いたりするんですよ。ドンザザドンザザっていう風にちょっと動いてる攻撃があったので、まあ上から言うと一撃ね、ボンとこう落としたというよりもレーザー光線のような感じでバッとずっとこう続くような攻撃をして、そしてねちょっと動いてるんで、もしかすると、まあその上空にあるものがちょっと動きながら攻撃をしている、もしくは上にあるその物体の中に、まあ人間とかがいて、それを操作する人もいる、その銃弾みたいなですね、攻撃の矛先を上の方からレーザーみたいな感じでドーッと打つけども、ずっとねこうちょっと変えて動かせるような、そういった人物がもしかしたら乗っているのかもしれないなとも思いました。まあおそらくですね、上にあるものというのは古代兵器だと思われますよね。まあそうじゃないとなんか説明がつかないような気がするんですけども、
まあ、古代兵器だとしてですね、そこには実際誰かが乗って、そして操ることができるということなのかもしれません。いや恐ろしかったですね。で、あのアニメの後から原作で分かっていることといえば、まあ、先ほど言った107巻時点なんですけども、あの攻撃をルルシア王国に放った理由というのは、なんとですね、もう近いからという理由だけだったみたいなんですよね。まあ、マリージョアからルルシア王国は近いということで、まあ単純にやりやすいみたいな感じで、まあ深い理由はなくて、まあ本当にゴロ星とかイム様からするとちょっとした実験のような感じでやってるんですよね。で、まさにそれは実験だったわけなんですけど、それもなんかベガパンクがですね、発明したマザーフレームというものが、まあ使えるものなのかどうかというのをこう実験したかったという意図があったということも分かってます。で、このマザーフレームというのは、エッグヘッドにあるパワープラントというところで作られるらしいんですけども、一体どういった代物なんでしょうね。あのルルシア王国の頭上に来たその真っ黒い巨大なものを動かすためのものだと思われますので、まあ、燃料かなと思うので、なんかね、その液体なのかね、それともね、こう燃料になるタンクのようなものが何個もあって、それをですね、誰かが持って行って、そして上で操ったとか、そういった感じなんでしょうか。もうほんとね、特にもう最近のジャンプではますますね、五老星というのは人間とかね、下に住む人たちを下に見ているということがものすごく分かって、この時言ってた五老星のセリフもですね、今見返すとね、もうさらにね、舐め腐ってるなというとこありますよね。確かに試してみなければあれが本物かどうかわからない。実験結果でエッグヘッドへの対応を考える。いずれその力を自在に使えたなら長い戦いが終焉を迎えると、こういろいろ言ってるわけなんですけども、もう本当にね、人間の命なんかもう微塵もね考えてないという感じですよね。そして今回そのアニメで描かれたあのイム法を、まあ、このセリフを見ると自在に使おうと思ってるみたいですからね。だからあの攻撃がね、もう考えたくもないですけど、風車村とか、まあ、今までねルフィたちが冒険した国に矛先が向かうと、まあ、その可能性も否定できないわけで、そういう大惨事を迎える前にルフィたちがねどうにか救わなきゃいけないということを考えると、もうまさに最終章という感じがしますね。もう五老星たちからするとほぼほぼそこにはリーチかけてると思うので、今のこのエッグヘッド編というのもそこまでね長くね書かれるわけではないのかなという感じが、しますね。はい、どうなんでしょうか。皆さんどうだったでしょうか。アニメで見たこのイム法ですね、恐ろしかったんですけども、結構ねやっぱり色がね意外だったと思ってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。そして一撃じゃなかったんだと思うと、まあ、永続的というかある程度長い時間攻撃ができるその大きな黒い物体ということを考えると、一個の攻撃をするためのこう装置というよりも、まさにですね、空飛ぶ戦艦みたいな感じで、いくつも武器がね、仕掛けられてて、それをね、同時多発的に今撃ったという、そういった感じのものがこう浮かび上がってるというか、そういったものが、まあ、古代兵器の一つなんじゃないかなという感じがしますね。はい、ぜひ皆さんの感想などを聞かせてください。それでは今回ですね、この辺で終わりたいと思います。冒頭でも言いましたが、この新オープニングとエンディングがマジで良すぎるので、概要欄に貼ってますので、ぜひそこをですね、また見ていってください。それではこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあね。